森市、弘前市などに先立ち7月30日、黒石ねぷたが開幕しました。黒石市は弘前市から電車で30分ほどの町です。およそ50組のねぶた団体があり、祭りは7月30日から8月5日まで開かれます。全団体揃っての合同運行は30日と2日のみです。30日の合同運行には全13団体が参加。例年より規模は小さいものの、3年ぶりにねぷたが市内を練り歩きました。黒石ねぷたは、基本的に弘前と同じ扇形で、一気のに青森市のような人形形がありました。掛け声は、やーれやーれやー、で、要所要所、勢いよくねぷたを回転させます。企業によるものは少なく、ほとんどが町内会単位で制作されているようです。22年の合同運行は市街中心部を通らないルートに変更され、みゆき公園を出発し、黒石駅前まで運行されました。ご視聴ありがとうございました。